はい、おはようございます。釣り子 TV です。今日もですね、このライザーベイトであのシーバスもう一本釣れたよっていうのがあったんで、まとめてみました。今回のはですね、結構水面がドバーンと爆発するシーンなんかも、映ってるかと思いますので、ぜひ見てみてください。取れちゃう。絡まりです。ライザー絡まり。ちっちゃいからでかいの来たら、やべえな。さっきの鳥山はちゃんとシーバス追ってたんですね。シーバスっていうかイワシシーバス軍団を。足が速いんだな。よっしゃ、ふいふい、これはでっけえ。ラッカー見て今の97。来年の台湾の方、来ちゃった、はい、あーごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、今のはね、ごめんなさい、今のは申し訳ない、取るわクソベロッコ、マジで、いや今のは本当すいません、クソだってバレてな、結構いい、いいライン、いい感じで出たのに、出たんで、こう水深があってんすかね。食うのはやっぱ水面でルアーがバシャって上に飛び出してからですね。面白いルアーだな。ウィーウィーウィー、おお、抜いちゃいます。よいしょ、おお、なんか魚が溢れてたら いい仕事。というわけで帰ってきましたけども、こんな感じでですね、またまたこの小粒なんですけどね、非常に困った時のお助けアイテムになるんじゃないかなって、期待できるようなバイトだったんですけども、なんかこの前上げた動画と一緒でですね、やっぱり若干一瞬ミノを食いしぶったなっていう時に、あれちょっと当たり遠のいたななんていう時に、トッピング的にこの下から上まで一気に探れるライザーベイト入れてみると、ああやっぱりいたんだっていう感じで、パコーンっていってこうすごい、激しいバイトを見たりすることできますんでね、やっぱり水面に水柱立つと上がりますよね。うわーいたーっていう感じでですね、非常になんか釣った感がありますんでね、ぜひこのライザーベイトですね、これは007っていうちっちゃいやつですけどね、この後いろんなサイズ展開、004とかもあるのかな、004とか、あとは008、これ非常にシーバスなんかも使うんで考えると期待してますね。バスにはこの007ぐらいのサイズがいいよなんていう説明で販売されてます。このキラッキラのライザーリップがなかなか面白い動きを出してくれますんでね、今回はですね、結構水面バコーンって割れるシーンなんかも映ったんじゃないかななんて思います。あんな感じで、水面に浮上した瞬間にバコッと、いい魚が食ってきてくれますので、ぜひですね、まあ針はちょっとこの小粒なやつなんで、シーバスにはちょっとギリギリ限界ちっちゃいかななんていうふうに、思うんですけども、まあまあでも投げると面白い釣り展開できますんでね。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、
ライザーベイトで、水面爆発、シバズが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。